県内の幅広い年齢層の書家や書道愛好家の作品およそ360点を集めた作品展が佐賀市で開かれています。この作品展は県内の書家や書道愛好家の技術を高めようと佐賀県書作家協会が開いていて、今年で48回目です。会場には高校生から92歳まで幅広い年齢層の漢字や仮名など6部門の作品359点が展示されています。こちらは一般公募の漢字部門大賞、山田芽衣さんさんの作品です。線の切れが美しく流れるようなリズム感が表現されています。一方こちらは調和体部門で準会員賞を受賞した野口良光さんの作品です。文字のアクセントやバランスに目を引かれる作品です。その人の人生が現れますので、それしっかり見ていただいてですね、あとはその白と黒の余白の面白さ、バランスの良さを見ていただきたいと思います。作品展は今月30日まで佐賀市の佐賀県立美術館で開かれています。